ちゃくちゃいい感じですね、雪。うん、なんか雪が乗っかってる方がさ、横にだだっ広く見えない、富士山。地震だ。まあそうかもね。なんでだろう、何も乗っかってない時はさ、背高く見えるのにさ、背縮んで見える。あの雲が解いてくれたらうわー、風やばいじゃん。また風やばい系か。やだね。前もそうだったな、トマトの時。嫌ですね、風。こんにちは、こんにちは。新型車に、牽引ですので、大型車でよろしいですね。はい、はい、お待ちください。高いですね、大型2330円。はい、ではこちらを、3分2000様で先に一緒にさせていただきました、はい、ありがとうございました、いってらっしゃいませ。キキキキキキって言ってる。おはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤です。斉藤、斉藤。風また風か。今日風強。めちゃくちゃ強くない？バッサバサじゃん。これさ、しんどくない？タオス大丈夫？はい、今日はシェビーでタオスを引いてきておりまして、はい、これからキャンプに行くところでございます。はい、そして風が強くなってきております。今日もふもとっぱらへ行こうと思うんですけど、うん、はい、いつも通りのふもとっぱらなんで、うん、なんかたまにはいつもここ寄って行ってますよみたいな、うん、僕らのコースをたどっていこうかなと思って動画を撮ってます。はい、はい、まあって言っても、うん、ここのスーパー寄ってここで巻き買って行くよみたいな、そんなぐらいなんですけどね。あと帰りかな。そうですね、うん、密着ということで。はい、まあ密着。まあ普段結構キャンプ場スタートとかも多かったり、うん、帰りにどっか寄ったりとかもあるんですけど、ちょっといつもより事細かにご紹介していけたらいいなと思います。はい、初めてふもとっぱら行くんだけど、スーパーとか薪とかどうしてんのみたいな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないと思って、うん、一つの一ご提案として、サイトゥー夫婦がどうしているのかを、はい、お送りいたします回でございます。はい、あの、まあ、ただ、はい、僕らのルートとしては、うん、中央道の川口湖インターを降りていくルートなので、うん、東名から来る人は逆方向だと思うから、うん、そうですね、ちょっと違うと思うんですけどね。スーパーとかもね、はい、違うしね。そんな一日を撮ってみようと思います。はい、そしてまず川口湖インター降りて向かっているのは、うん、お買い物したいので、はい、スーパーに向かっております。はい、スーパーです。降りてすぐね、うん、スーパーがありますので、まずそこに寄ります。はい、ということで本日もお願いいたします。お願いいたします。もう間もなくスーパー着くんですけど、うん、もう川口湖インター降りてふもとっぱらに向かう直線の道沿いにあるんで、うん、迷いなく行けるかと思われます。そう、でスーパーだけじゃなくて、うん、食べ物屋さんもあるし、ホームセンターもあるし、結構いろいろ揃ってるんで、あーガス缶忘れちゃったとか、これ忘れちゃった、あれ忘れちゃったなんていうのも多少ここで整えられるかなと思います。そう、まあ、キャンプ用品屋さんもありますしね、コンビニもあります。その名もフォレストモール。え、発音良かったと思うんだけど。薬屋さんもありますからね。ダイソーもある。まあここによれば、だいたい揃うっていう、うん。そうですね。なんなら美容室もありますから、うん、髪切り忘れちゃったなんて方もね、こちらで髪を切ってくれることも可能ですね。はい。ラーメン屋もあります。
駐車場も広い。そう、ここはね、うん、駐車場広いから、はい、タオスで来てもね。そうなの、うん、例えばこの辺とかに、こういうところにね、ちょっと止めさせていただき、2台分取っちまいますけど、はい、あちらに見えてるのがマックスバリューです。こちらで今から買い物していきたいと思います。ここのフォレストモールはさ、うん、帰りに寄る時もあるんですよね。そうですね。の時はあっちの奥の方に、うん、奥の方に山岡屋があるんですよ、うん、そう、美味しいラーメン山岡屋がありますね。そうで、その横にスタンダードポイントがあって、うん、あ、そうですね、キャンプ用品屋さん。そうそうそう、まあなんか結構お高級なものが多いんで。そうですね、あんまり買ったことはないんですけど、ちょっとね、うん、まあガス缶とか買うんだったら DCM もありますし、うん、それでもいいかもですね。そうそうですね。はい、なんとドッグランもありますから。太郎ちゃんの後ろに見えておりますがね、ドッグランもね、無料ドッグラン。そう、うん、あれ聞こえた。ちょっと走る、今誰もいないから。え、ちょっと走り行ってみる、行ってみようか。ここ近いしね。メリーは起きません。お散歩行きたい。お散歩、お散歩行く。行くね。行くよね、はい、はいはい。行きましょうか、はい、寒い、やばい、寒い。よいしょ。マナーを守ってご利用ください。はい、はい、結構土なんで、昨日雨だったから濡れております。そうだ、ペットショップもあるよね、ここ。あ、そうだね。いいよ、どうぞどうぞ、歩きなさい。2個2、買い出しが終了しましたので、い、今から道の駅鳴沢っていうところに向かいます、うん、はい、これも麓っ払いに行く道の道すがらにございますね。そうですね、今のマックスバリューからは10分ぐらいかな、はい、で道の駅鳴沢があって、はい、今日は買わないんですけど、うん、いつもはそこで薪を調達します。はい、なんか他にもいろいろ教えてもらった安い薪が売ってる場所はあるんですけど、うん、なんか個人的にはまあ位置的にも買いやすいかなみたいな。まあ、確かに、うん、ちょこちょこね、こう左側ね、薪とかって書いてあるんですけど、うん、なんかちょっと路駐しづらい場所だったりとか、うん、値段もね、そこまですごい安いかと言われるとそうでもなかったり したんで、前に、ね、うん、なんかサイズとか太さとか、うん、価格がちょうどいいなって思ったのが、はい、鳴沢だったんですよ、うん、まあ、でもなんかね、いろんなさ情報は確かにいろんな方からね、うんうん、口頭で聞いたりとかして、そう、なんか詰め放題があるとか、なんかいろんなね情報も聞いたりするんで、うん、もしここいいよみたいのあったらコメントいただけたらそれも嬉しいですね。ですね、うん、ふもとっぱらにも、うん、もちろん薪は売ってるんだけどね、うん、あそこ、そこにも売ってるしね。そう、これね、これね、薪あります、500円。そう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 、なんかこう車からだとさ、そのどんぐらいの太さでどんな感じかとかね、うん、
パッと見れなくて詳しい情報をお伝えできないんですけど、まあ、なんか大きい車だったらね、やっぱ道の駅って入りやすいよね。うん、めっちゃシェビーがキーキー言ってる。ここです。目の前が富士山っていうね、すごいいいロケーションの場所となっております。うわ、すごっ。はい、こんな感じでね、駐車場から富士山もドーンって見えます。到着。はい、ちょっと行ってみますか。はい。ここが薪売り場で、結構いろんなのが売ってるからさ、700円でこの太さ、うん、このでかいタイプ、いいよね。これとか超でかいけど、うん、あと これもね、広葉樹で650円とか結構安いんですよ。いいね、うん、細いな、うん、これは細巻きで550円。こっちもあるしね、こういう奈良も、これ結構短くていいかもしれない。650円、あ、ね、うん、幅が狭い、スウェーデントーチも売ってます。薪割り台、鍋敷、インテリアにも使えますが売ってますスウェーデントーチが1000円ってのも安い、990円。これって焚き火台の上にやる、うん、多分そうだよね、燃えちゃう。あ、こうやってやる、こうやってやる。あー、なるほど。へー、面白い。はいはい、そんな感じです。先を急ぎます。はい、あとね、ここでもなんか野菜とか売ってるよね。うん、今日はどこサイトに貼ろうかな。 H H風の心配もあるなら、まあ、やっぱり H かな。ね、前回ちょっと普段張らないとこに張ってテントが崩壊したんで、いつも通りの場所にするか、ちょっと行ってみてですね。そうだね、なんか新しいとこに張りたい気もしないでもないし、混み具合による、混み具合と風と、でも風もね、ぶっちゃけ読めないっちゃ読めないんですけどね、急に強くなるからさ。真ん中の方だとさ、あのプリン買いに行ったり近いからさそれもそれでいいかななんて思ってみたり。確かに売店が遠いっていうのはね、そうありますよね。もうすぐふもとっぱらに到着します。はい、ネット予約した到着時間通りぐらいに着きました。うん、おー、向こうのけなし山もめっちゃ綺麗ですね。日がめっちゃ当たってるね。この風で、でも日が落ちたら超寒いね。確かに、なんか今日は暖かいっていう話でしょ。東京は、都会は15、6度まで上がるということで、その感覚で来ちゃうと本当に極寒だからさ、うん、それだけ初めて来る人は気をついてもらえたらいいかもね。うん、ね、俺らは本当にきつかった。そうなんですよ、体感本当寒くて、風が当たるとね。そんな私は今日シュラフを忘れるところでした。危なかったあれ。あのさ、新しくさ、枕カバーみたいなのにさ、入れてるんですよ、シュラフを収納してるんですよ。もう家のオブジェとかしてて忘れてくるところでした。忘れがちだね、でもそうするとね、やばいですね。まあ、シュラフっていうのを入れるって覚えてれば思い出すんだろうけど、うん、お、どうですか、余裕がありますね。でも H 結構いません？ H は、あ、H は結構いますね。走ってこれ、そんなことないファイルだけか。うん、結構いる。あ、でも端っこ切っちゃえば。まあでも普段よりもやっぱりいいですね。
真ん中はどうかな。予約もね、三角だったんですよね。はい、こちら到着しました。あっつ、うわっつ、つカメラが揺れて、すいません。ちょっと並んでる。ここで受付します。ニコとメリー、こんにちは。あ、はい、降ります。風大変強くなっておりますので、アナウンス流れるまで焚き火禁止でお願いします。はい、わかりました。はい、ごゆっくりどうぞ。やっぱり焚き火禁止にしたね。本日から大人2名様のご一泊でお間違いないですか。はい、はい、ありがとうございます、料金の方4000円でお願いいたします、はい、じゃあ、あとちょっと場所探して貼りたいと思います。はい、すごい混んでる。いい感じに富士山混んでるね。あとまた後ほど撮ります。風あるな。到着しましたが。風があるね。ねえ。ねえ、ニニ。メリメリ。風がありますね。やばい。はい、結構混んでて、ちょっとね、お友達がいましたので、そこに場所をもらいました。はい、こちらに。はい、富士山はめっちゃ綺麗に見えております。すごい。ここにね、立てようと思います。ほんで後ろがこっち。はい、菅尾夫婦さんがいました。はい、ということで、じゃあ設営をやっちゃいましょうか。手伝うよ。ほんと手伝うよ。つっても手伝ってもらうようなことないのよ。見て、あれだよ、これ、あ、ワークマン98円だっけ、うん、最高だぞ。最高でしょ。最高だぞこれ。パワーグローブ最高なんだよ。使いやすいとして、うん、え、あなたは使ってるよ。違う、斉藤だ。あ、ここ、そう、そこにさ、なんか入れれば、 あのね、もうちょっと押して、あ、これで時計回しに止まるまで、止まるまで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、これさ、うん、想像したよりか重いんだね。重いでしょ。止まるまで。あ、待って。え、これハルピンやってたの？やりました。いや、マジこれきついね。あともうちょい。まだ？まだまだ。待って、これさ、ちゃんと動画使ってよ。すごいね、こんな風なんだ。はい、これは持ってた。これはあと2個。さあ、向こう側。やってたよ。あ、似てるね。ワックのかわいい。え、下にこういう風につけれるんだ。すごい。すごいじゃん。なにこれ。今日デビュー。え、低い。リクライニング。低いのか、結構。リクライニングになるやつだから。あ、いいじゃん、低さも。通常。焚き火で下げると。ああ、めちゃめちゃいい。へえ。3段階で。しっかりしてるね。うん。じゃあ、ありがとう。ちょっと。それ穴開いて。それもらったんでしょ、うん、美味しいよね、うん、視聴者さんが来
てくれて、いただいちゃいました。めっちゃ美味しい。いちごが濃い、うん、うまっ。ありがとうございます。こっからの景色がすごい、ほらめっちゃいいよ、富士山。これがやりたかったよね。これがやりたかった。これがやりたかった。そっか、前回ここ来た時は結構富士山見えなかったんだっけ。見えないし、曇りでちょろって朝次の日見たけど、めっちゃ雨降って、うん、やばかったよね。そう、そうだったわ。風強いけど、まあ今んとこ大丈夫そう。テントバサバサ言うけど、なんか壊れるみたいな感じではないね。うん、でもめっちゃ受けますよね、これ風を。まあ、最悪ここに車持ってきちゃえばって感じだけど、景色を断念して、断念して。あったかいね、あったかいね。ニコメリー、室内19度。はい、ということで今日も来ました。はい、みんな来てます。いやー、なんか何にもしてない気分。何が？設営手伝ってもらったし、うん、なんかちょちょっとしか何もしてなくてね、なんかすごい。やっぱり今日本当タープもしてないから、うん、で風強くて、やっぱ今焚き火禁止状態なので、まあできるかもわかんないから、まだ焚き火台とかの準備もしてないから、本当外に椅子出しただけで、本当めちゃくちゃ簡単だったね。何も疲れてない、うん、タオスめちゃくちゃ早い、やっぱり、うん、だってダラダラ喋りながらやって、うん、こんな感じだもんね。ね、いつもだったらもう本当に2人でも喋らずやって2時間とかかかるからさ、テント立てるとね。本当に今日はキャンプを楽しみに来た、うん、キャンプ、まあ食べる飲む景色そうを楽しみに来た感じですね。今日のテーマは、本当の簡単キャンプ、自然を楽しむキャンプだから、その凝った料理とかもしないし、実は朝霧ジャンボリーとふもとっぱらで迷ったんだよね、うん、なんですけど、まあ、せっかく楽しようぜキャンプなんで、ふもとっぱらだったら売店とかレストランとかあるから、うん、最悪もう今日お米とかも持ってきたんだけど、めんどくさかったらもう買えちゃうよねっていう、うん、買い食いできちゃうよねっていうのが、まあ、ある意味魅力という。そうですね、うん、たくさん、まあお話しする時間、夫婦でのお話しする時間もそうだし、ニコメリとのまったりな時間もそうだし、うん、なんだかんだずっと動いてたりするんだよね。ご飯作って、片付けて、ね、洗い物して動画も撮ってとかってやってると、うんうん、そうね、あんまりこうゆっくりって感じがないから。そうで、今日はねたまたま来てみたらこっちに菅尾夫婦さんいて、反対側にはエセさんがいて、うん、やっぱあのお友達も結構ふもとっぱら来ると、うん、はい、あの何の約束もしてなくてもね会えたりするからみんなと喋ったりする時間も欲しいし、うん、なんかちょっとラフに動画撮ってみようかなと思ってます、はい、おつまみもこういう感じで。だって半額だったんだもん。買ってきました。まあこれ朝でもいいけど、これは、うん、めっちゃ美味しかった。美味しいねこれ、うん、やばい濃厚。これもふもとっぱらで売ってるらしくて、そう、これがさ、またさ、ふもとっぱらのご飯が美味しいのよね、うん、安いわけじゃないけど、うん、でもその分やっぱすごい手が込んでるというか、うん、美味しいものが多くて、いつもね来るとね買いたくなっちゃうんだよね、うん、私の今日のお目当てはおでんとブカブカバーガーです。おでん食いたいな。ねえ、あとさ、ふもとっぱらプリン、え、もうこれの前におでん買いに行く？そう、3時からって聞いて。じゃあもうやってるじゃん。やってるんですよ。その前に乾杯しません？乾杯しよっか。でもな、これも食べればいいか。好きなようにしましょう。こうやって太っていく。
今回の乾杯ビールを発表します。はい、ジャパニーズライスビール。すごっ。え、またまたまだね、いただきものがあります。すごい、深い夜に輝く美しい月、真面目ムーン、ま、真面目、真面目アース。もう私好き。え、どっちがいい？ホワイトビールだって。こっちホワイトがいいじゃない。これはね 4.5% のビール。うん、こっちは 4.5% 一緒。一緒。じゃあホワイトがいい。アースでいいんですか。なんだろう、お米のビールなのかな。あ、確かに。でも濁ってる感じの色味が違う、うん、あ、こっちがライスビールって書いてある、うんうん、濁る。こっちはブラックだね。黒いもん、うん、こんな感じ。真面目って書いてある。じゃん。はい、新潟の、新潟県新潟市って書いてある。お米のビールなのかな、うん、あ、そのライスビールっていうねぐらいだから、うん、新潟のお米を使ってるんですかね。すごい、ここもなんか月みたいなマークのキャップも、ね、あ、本当だ、なんか半月、そう、満月、新月みたいな欠けていく感じに。めっちゃなんかかわいいんだけど、この真面目に、真面目に、サイノ、サイノ。ああ、うまい。なんかギュッとしてる、これ。ちょっと甘い。あ、ほんと。うん、なんて言うんだろう、スカッパーみたいじゃなくて濃い。これは苦いよ、ブラックだから。だけどなんかねっとりしてないっていうか、すごいすっきり苦い。あ、じゃあこれちょっとねっとりかも。濁りを感じる。うん、あ、濃い。これはブラック感、ブラック感が濃いよね。うん、美味しい、苦い。好きそう、太郎ちゃん。あ、ちょっと甘くない？フルーティーじゃない、うん、ハルピン。じゃあホワイトだね、やっぱね。うん。あ、いいじゃん。今日はなんか赤富士する気がする。うん、する気がする、うん、気がする気がする。タロちゃん何食べたい？おでん？それともブカブカは？いや、でもやっぱおでん食いたいですね。ブカブカは明日でもいいかな。どう？なんか確かにおでん食べたら多分もうお腹いっぱい。ね、おでんとこれでいいかな。で、足んなかったらこれつまんだら。ブカブカは5時までなんで。あ、そうなんだ。おでんは夜までやってるのか。ちょっと見に行かないと分かんないけど、うん、行ってみようか、うん、一旦一回行ってみて、ちょっとおでん買ってくるなりして、ここでニコメリと一緒に。なんか中にね、ラーメンとかレストランもあるんですけど、うん、ワンちゃんがいるとね、結構その中は入れないからさ。そう、周りに木のね、うん、テーブルと椅子みたいなのもあったりするんですけど、結構寒いから、だったら今日は結構売店に近いところに貼ってるんで、うん、持って帰ってきちゃった方がいいかなって感じ、うん、外こんな感じで、今日は赤富士になる気がします。すごい綺麗。ハルピン、赤富士になりそうだよね今日。写真撮った。あ、なりそうです。すごいよハッピー、真っ赤っか。だいぶ赤くなってきました。ちょっとトイレと売店にビール買いに行きます。今日さ、すぐこっち入って、あの後ろの方に貼っちゃったからさ、分かんなかったけど、やっぱすごい人が多いね。混んでるね。すごい富士山。うん、久しぶりにこんな、そう、見れた、うん。どうした？そう。寒いな。何を買おう？ちょっとパラビールと。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。寒いっすね。寒いっすね。風がね。入れればいいか。あ、タロちゃんは？あ、これ今回はいいかな。
いいの？うん、あげないよ。え、じゃあ1個買う。嘘だよ、一口あげるね、うん、すごいね、こうキャンドルとか。買いました。富士に乾杯、ふもとっぱらビールゲットしました。はい。いいや、ちょうど今やばいですね。すごい赤富士来てますね。綺麗、すごい。雲一個もないじゃん。すごいね。雲一個もないよ。中からも見えるね。お腹が空きました。お腹空いたね。うん、おでん見に行こうかね。うん、金山キッチン。そうね。お、一瞬だったね。うん、一瞬。もう青いもん。確かに。あ、でもなんかこうずっとピンクだよ。うん、上はね。めっちゃ近くない？めっちゃ近い、やばい。おでん屋がめっちゃ近いです。めっちゃ逆さ富士取れたよ、今日風があるから、ね、なんかちょっと、うん、ここですよね。そう、ここなんていうんだ、金山キッチンだ。これが金山キッチン。うん、やっぱあっちはレストラン。こっちがレストランですね。すごいね。こっちは5時で終わりみたい。はい、で反対側、ここが金山キッチン。なんかある？なんだろう。あ、でも書いてありますよ。あ、静岡おでん自慢の味。うん、これが美味しいんですよ。もう匂いがすごいする。やばい。ここ入り口？あ、そっち？そっちはそっちはキッチンです。本当の金山キッチンだよ、そっちは。薪ストーブちゃった。めっちゃあったかい。9時までで味噌ディップとかおにぎりとか。うわ、しらすだって。めちゃくちゃ熱かん。生ビールやばい。私熱かん欲しい。熱かん。大根でしょ、牛すじでしょ、うん、卵でしょ。全部いってるやん。もしもじゃがい、じゃがいも、がんもどき、金鉄ぐらい。おいしそう。これもおにぎり、しらすおにぎり。はい、これおでんのキーホルダー。オリジナルキーホルダー、オスと光るだって。え？あ、そういうこと？ライトのライト。はい、すごい。すごい食べたい人みたい。あ、じゃあこれお渡しして。カレーに入れたいです。はい、カレーに行きましょう。はい、お願いします。どうぞ。大根。じゃあ大根2つ。サイズが1個で。あ、でかいんですね。そう、でかい。あ、じゃあ1個にします。はい。お、でかい。すごい。牛すじ。牛すじ。はい。2本。牛すじが1人前3切れぐらい。うわ、じゃがいもすごい。じゃがいももう1個でいいね。じゃがいも1個。じゃがいも1個。はい。
ですけど、じゃがいも1個、おい卵は卵1個、卵1個、卵2人で1個でいい、うん、はい、あとガンモドキ、ガンモドキ、あと厚缶ください、厚缶、はい、それも持っていけるの、それも持ってきます、もうあの現場で湯煎で5分かけていただける、はあ、ここでかけることもできますけど、はい、結構持ち運びが、ああ、じゃあ向こうで、ここで気持ちを温めることは全然できます、あ、じゃあちょろっとちょろっと温めましょう、はい、温めるものがなかった、うん、大丈夫、こんないっぱい買っちゃった3000円ぐらい買ってた、あ、まあ、これもあるからか、そう、熱燗、熱燗、熱燗とおでんやりたかったんよ、熱燗なんか久々に飲むんじゃない、うん、だし、おでんのだし汁と一緒に飲もうと思って交互になんかまたちょっと赤いね、ね、確かに、わあ、こぼれた、あ、大丈夫、やばいじゃん、大根やばくないこれ、すごい、大根でかか、熱燗やば、超いい匂いする熱燗、おチョコ2つもらってくれたん、ええ、最後に返しとけばいいんだって、ね、周りにすごいね、店の周りのどこでも置いといてね、そんなんでいいの、持ってっちゃう人いそうだけどね、かわいいし、よし食べよっか、暑いっけ、あ、まあまあ暑い、あ、すごい、これすごいよね、画期的じゃない、うん、へぇ、毛の癖、目見えてないよ、今グリングリンしたでしょ、ニコニコニコ、おにゃん、あの口なにその口は何なの、何言ってんの、メリー嬉しそう、あ、削れた、牛すじを食べます、うわ、そう、やばいです、やばいです、じゃあすくいます、適当に、ん？それをなんかかけるみたいね、ちょっと、あ、なんか静岡おでんってこういう、そう、なんか出汁粉みたいな、魚粉みたいな出汁粉なんかな、うん、わあ、嬉しくない？ふもとっぱら簡単キャンプに再度、再度、強、うま、うん、これとおでん行かなきゃ、いただきます、あ、ほんとだ、いい感じ、粉の匂いがめっちゃいい匂い、牛すじ、うん、牛すじうまそう、うまうまい、やば、これこれこれがやりたかったの、これこれって本当に言う人いるの、あーうま、柔らかい、柔らかい、このだし汁と熱燗のこの残りの感じがやばい、融合が最高ですか、最高です、よかった、ね、感謝です、いろんなことに、え、大根も取ったの、ハルピン、まだ、大根、牛すじとね、がんもどきをね、ちょっと割って取った、あ、じゃがいも買った、買ったよ、買ったか、大好きだもん、私、じゃがいも、牛すじ食べよう、やばいよ、もう、いただきます、はい、うおやらけ、やらかいよね、このだし汁と熱燗を飲むとやばいですよ、味染み込みまくってる、きた、うますぎる、ありがとうすぎる、ありがとうすぎるよね、
本当に贅沢させてください。あ、違うね、贅沢させてもらってすいません。本当に大根いただきます。熱か、熱かまいよね、うん、なんか美味しすぎてそんなになんかドーンってこない熱か。味の染みが分かるのはやはり大根ですね。ね、この牛すじのさ、うん、大きさやばくない？やばい、すごいよね、うん、そのプルプルの部分がめっちゃあって美味しい。黒はんぺん、うわ、うん、まあ黒はんぺん最強。うん、でもやっぱり、うん、この去年もそうだったけど、ふもとっぱらのおでんは大根と牛すじ、うん、これマジでうまい。私的にはあとジャガイモですけど、うん、うーん、ジャガイモのおでんってあんま売ってないもんな、うん、コンビニとかじゃないもんね。あ、でもセブンとかにあったと思う、うん、いやー牛すじやばい。うーっと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 、うん、人に入れてもらって言うんだよ。あ、そうなの。じゃあいきますね、うん、やって、おっと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 って言うんだよ。そうなの、何のために。自分でおっとっとっと。何それ。人膜だ。これは人膜、俺は人脈、俺は人脈だ。風を弾き飛ばす意味で、俺は人脈だ。失礼、失礼。いい感じね。醤油か。なんか。焚き付けになってる。つくんかこれ。この縁のキャンプファイヤー、山広さんとこの、はい、なんとですね、動画で説明してなかったんですけど、僕の誕生日にいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいいよねこれ。めっちゃいい、大きいからさ、余裕あって使えるから、ずっといいなと思ってたんだよね、うん、それでさ、すっごいちっちゃくなるから、うん、全然かさばらないし、めっちゃあったかくて、今日も出しました。やっぱ足元がほんとね、暖かいしね、結構木が乗るんだよね。そうそうそう、
ガンガン積んでもね、うん、それはもうあの何度も拝見させていただいて目の前で、そうだよね、うん、これはすごいと思って、うん、しかも全然風なくなった、なくなったね。いや、いい感じです。無風になった。めっちゃ燃えます。あったか、あったか。そこまではぜない。そうだね、だいぶ乾いてるね、うん、ほい、剥がす。うわ、煙い、煙ふふふ、元っぱらビールです。よいしょ、くぅ、煙。大丈夫、こっち来る？大丈夫。はい、ふもと、ふもと。うま、ふもとっぱらビール、うま、うまいね、うん、ああでもあったかい、あったか、この辺があったかいんや、すごく。あと顔もあったかいし、ね、在庫があってよかったです。キャンプファイヤーこれ、うん、耳が寒い、ね、わかる。こうしちゃえばもう最強だわ。今日はトレファクで900円の、あ、99円の耳当て。99円だって可愛くないこれ。ねえ、タロちゃんさ、耳当てみてよ。ちょっとバラした方がいいかも、積みすぎや。おお、いいね。どうや、いい感じ、いい感じ。コアラみたい、いかついコアラ。あ、でもこれ結構聞こえなくなるね。え、あ、ちょっと聞こえない、うん、でも耳はあったかくない。耳はあったかい、結構聞こえなくなる。このテーブル意外とやっぱなんかシンプルで、うん、見た目がすごい良くない。見た目が良し、やっぱぐらつきはあります。ぐらつきめっちゃある。ぐらつきはめっちゃある。ここでなんか切ったりいろいろやったらちょっと気になるなっていう感じはする。でもなんかそんなにガシガシやんなければ、うん、軽いっていうのが私的には先に優先される。そうだよね、ありがたい。滝さん、え、滝さん、ゴーグルになってるね。そういう思い出もあるんだけど、キムイ滝さん、お肉が入るよ。待て、よし、まだ全部食べてないのに。そう、途中で欲しくなっちゃうね。おやつ食べて、早っ、再開が早い、再開が早い。落ちてる、落ちてるじゃん。なんかお腹から食べればいいのに。そうだね、反対側から食べた方がいいね。メリも行く。あとはね、ゆっくりあの飲んで寝ようと思います。はい、はい、それではまた明日。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おはようございます。
寝れましたか。めっちゃバクでした。めちゃめちゃ寝たね。日の出はさ、雲に遮られてあんまり。ね、朝一はね、全部見えてたんだけど、富士山。日はもう雲の奥です。雲が多いね。うん。やば。もうちょっと、もうちょっと高く上がれば見えるかな。あったか。ね、おはよう。メリー、おはよう。あったかいね。昨日はマイナス2度ぐらいだったね、そんな寒くなかったね。そんな寒くなかった、夜トイレ普通にアウターなしで行った。風もなかったしね、無風だった。いや快適だった、よかったね。家かと思って一瞬起きたらあ、違ったと思って快適。こういうことよね、あ、いいじゃん。こうさ、だんだん近づけていけばいいんだね。これ何の網だっけ。これはアマゾンで買った網。キャンピングムーンって言ってた。あ、キャンピングムーンだったかな。大平さんが教えてくれたんだよね。そうそうそう、これでお餅焼こうと思って。めっちゃいいじゃん。たださ、まだちょっと火が強い。うん。あ、でもこれをそして炭火エリアを作ってる。そうだ、なんかさ、広いからさ、火加減、暖を取る場所とさ、ご飯作る場所が作れるね。ほら、こんな感じで、こうしたらいいね。ね、朝は餅を焼いて、はい、海苔を巻いて、うん、焚き火ご飯をしたいと思います。いいじゃん。めっちゃいい。朝っぽいじゃん。ね。こっち。焼けるかな。焼けるかに。でもほら、いい感じだ。ほっとけば良さそうだ。うん、膨らんできました。おお、めっちゃうまそう。いい感じ、いい感じ。膨れた、膨れた。うん。電子レンジとは違うわ。うん。うまい。片付けましょう。もうでもだいぶ片してくれた。これしかないんで早いです。
もうだいぶ片付けてくれた、アルピンが。あったか。あったかいよね、今日さ。もうさ、冬じゃないみたいな。ね、うん、朝からあったかかったね、結構、うん。日が当たれば。確かに。ね、じゃあ片付けますんで、そこ行ってください。日が当たるとこ行よっか、じゃあ。ね。撤収完了でございます。12時の鐘、ダラダラしてましたね。はい、めっちゃ天気いいです。今日も最高です。この動画はですね、自分たちなりのふもとっぱらキャンプモデルコースを作ってますので、いつもふもとっぱらの撤収が終わったらお昼を食べて帰るんですけど、うん、まあ、何個か選択肢があるので、今日は何食べたいんですか、ハルピンは。ブカブカバーガー。あ、ブカブカバーガー食べますか。食べたいです、はい。あそこに見えてるのが金山レストラン、あのふもとっぱらのレストランなんですけど、ただあそこはね、犬が入れないので、うちはあそこまで行って持ち帰りできる食事を買ってくる、うん、テイクアウトで買ってきて、車の中か、まあ、テント立ててればテントでもいいんだけど、あの辺とかにねベンチとかあるんで、うん、ああいうところで食べることが多いですね。ここにもベンチあるし、うん、ですね。とりあえずじゃあ買いに行きましょうか。はい、これがレストランでございます。めっちゃでかい窓だよねこれ。こっからねドーンって富士山見えるから。あ、金山レストランじゃなくて金山テラスって書いてある。金山テラスか。はい、ラーメンも食べれるんだよね、うん、フリーなの。うん、ほら456、これもらっていいみたいですよ。もらっていこうよ。本当だ、フリーマガジンって書いてある。けなし山から見たふもとっぱらが表紙ですって。うわすごい、すごいね、うん、これもらっていきましょう。これがブカブカバーガー。これが
トマトチキンカレーテイクアウトできましたね。そういえば前もしたよね。した、うん、あのねボロネーゼ鹿肉ボロネーゼした。あとオロナミンシードみたい。カレーは初ですよ。あ、そうか、うん、オロナミンシーここだ。元気はつらつオロナミンシーいただいてしまいました。いただきました。ありがとうございます。いただきます。うまうま、撤収後のオロナミンシーうまうまいだろう。私よく買うんだよね。うん、ブカブカバーガーっていうのはなんか多分豚肉と鹿肉が入ってて、うん、豚鹿豚鹿バーガーって書いてブカブカバーガーなんですよね。豚鹿みたいな、うん、やばい。ひもとっぱらで後であげるから待って。あれおやつ後であげる。後で待ってて待って。いただきます。いただきます。うわうまね。ひもとっぱらでカレーなんて嬉しくない。なんかいろいろ入ってる。福神漬けもあるじゃん。うん。これだけで。うん。うん。うん。うまい。うん。こぼした。すいません。太郎ちゃんのためにこんないっぱい買ったのに。すいません。いただきます。うん。うん。うん。ビーフだ。あ、違う。え？これチキンなんだ。ほろほろすぎて肉やば。チキン、うん、待って、トマトチキンカレー。え、ちょっとちょうだい。めっちゃ肉柔らか。これにすればよかった。うまそう。なんか食感ビーフかと思った。あんまりハルピンが買ったやつそれにすればよかったってことない。あんま俺がないんだけど。私いつもあいいなそれってなって、次絶対それにしようっていつも言うんだよね。うん、うまい。やばくない？美味しいね。うん。同じタイミングで食べたいんだね。待てよ。待って。よし。最高ですね。何買ってよかった。もう食べかけだけど。めっちゃなんか、ここに大根みたいの入ってて。すごいね、この肉。分厚くない？美味しいです。すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。やばかったね。結構ね、なんかふもとっぱらに来た時はチェックアウトがね3時まで OK なんで、うん、ここでお昼まで食べちゃって帰るってことも結構ありますよね、はい、で今ね行ってきた金山テラスでブカブカバーガーとか、うん、テイクアウトで食べれますので、はい、撤収した後でもいいし、こうテーブルと椅子だけ残してね、うん、ご飯食べて帰る人も結構いるかなっていう印象じゃないですか。そうですね、うん、まあ、アイスとかも美味しいし、うん、例えば自分のサイトで朝ごはんは作るけど、うん、お昼ごはんはサクッとそう、ね、レストランかテラスで買って食べようとか、うん、もしくはここで食べない場合は、うん、こっから出てすぐのところに朝霧高原の餅屋っていう、うん、まあ、道の駅ではないんですけど、まあ、道の駅っぽい施設があってね、そこもドライブインだっけ。ドライブインか、うん、そこもねレストランが入ってて、うん、お餅を買えるんですよ。そう、屋台みたいなコーナーもあるんで、そこでお餅とか揚げ大福、揚げ大福とか、うん、アイスとか富士宮焼きそばとかいろいろ食べれる。はい、あります。でそのテラス席というか外席みたいなのもあるんで、うん、そこもワンちゃん行けますし、ワンちゃんがお留守番できるようだったらレストランもねついてるしっていう、うん、はい、なんでそこに寄ることが多いです、うん、餅屋でお餅を食べるか、うん、あとは帰り道で行くとムーンヒルズバーガーっていうハンバーガー屋さんがあるんですよね、うん、そこがめちゃくちゃ美味しい。やばい。アメリカンバーガーで、でワンちゃんも一緒に入れるところですね。それはそう、しかも、うん、テラスだけじゃなくて店内も OK なんで、うん、すごくありがたい。ただやっぱ人気なんですごい混んでる、うん、かなっていう、そうですね、のはあるんですけど、ワンちゃんと一緒に食べたいってなったら、うん、あそこはいいんじゃないかなと思いますね。結構車で待たせてもらえたよね。あ、そうそう、待ってる間も車で、うん、こういう車の中で待ってていいんで、うん、もうほんと川口湖インターの近くまで戻る感じですけど、めっちゃおすすめでございます。
あともう一個おすすめあって、はい、餅屋まで行くと、うん、ちょっとそこからすごい近くに、うん、魔界の牧場っていうところがあって、ソフトクリームはそこもめちゃくちゃおすすめですなるほど、うん、牧場アイス、魔界の牧場ね、はい、魔界の牧場は結構あのちっちゃい子とかも遊べるところも多いもんね。そうだから割とファミリーの子供たちがいるっていうキャンパーさんとかとグルキャンした後とかは結構そこ寄って帰るねとかっていう方も多いです。そうですね、うん、まあ、どうしてもやっぱり犬連れの僕らは、うん、あの制限されることも多いんで、うん、大体もうそのパターンのどれかかなみたいな感じで寄って帰ります。うん、もうそれ以降は高速乗っちゃうから、うん、その後をご飯食べるとしたら談合坂のサービスエリアとか、うん、そういうところになっちゃうんで、まあ、そんな感じで、はい、あのいつもね帰り道は寄り道して帰っております。はい、はい、ってことで今回はですね、ふもとっぱらキャンプの私たちなりのキャンプコースっていうのをちょっと一連を取ってみましたので、うん、少しでも参考になってくれたらなと思います。はい、ちょっとね、はい、自分たちがあんまりお風呂や温泉によって帰ったり引っ込めりがいるからしないので、ちょっとそこがなかなかね、情報をいつも斉藤夫婦はお届けができないんですけど、そうなんですよ、あるのはあるみたいです。はい、ふもとっぱらにもありますし、僕らもう一泊の冬キャンプだったらお風呂入らないから。そうなんですね。そうだね、確かにシャワー情報、お風呂情報は、まあ、お届けできないんですよね。すいません。しかも僕があの温泉は入れないから、あのタトゥーがあって入れないから、うん、もう参考になるような情報持ってないんですよね。そう、コインシャワー的な感じの、うん、逆にそういうのがあるところを知りたいっていう方だったらいいかもしれないね。ここはあるとかよく見てるから。それはあとはですね、他にもあのワンちゃん連れの方とかで、あのここも入れるよとか、このお店も行けるよとか、うんうんうん、情報をお持ちの方がいたら僕らにも皆さんにもコメントで教えてもらえたら嬉しいなと思いますので、ね、嬉しい。それは、はい、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。斉藤でした。ありがとうございました。疲れた。